皆様 JR をご利用いただきましてありがとうございます。上野行き寝台特急北東線です。車のご案内いたします。前の方から1号車、2号車、3号車の順に当地番号で、後ろ11号車です。1号車、2号車と後ろ11号車 B 寝台車です。3号車、4号室は B 個室デュエット、5号車はB 個室ソロです。6号車は B 個室ソロとミニロビーがございます。6号車ミニロビーにはお飲み物の自動販売機とシャワールームがございます。シャワールームご利用の方はシャワーカードを食堂車でお買い求めください。7号車食堂車グラン車両です。お食事をご予約されてますお客様、後ほど係の方から放送でご案内ございます。8号車 A 個室ツインデラックス、9号車 A 個室ロイヤルと B 個室ソロ、10号車 A 個室ロイヤルと B 個室デュエットです。禁煙車は1号車、2号車と6号車ミニロビー、7号車食堂車グラン車両です。1号車、2号車、6号車、ミニロビー、7号車、食堂車では、タバコを吸いなれませんようお願いしています。各号車番号、禁煙の表示、出入り口にご用意しております。なお、6号車、ミニロビーと7号車、食堂車ご利用の際は、浴衣、パジャマ姿、スリッパでのご利用はご遠慮いただいていますので、ご協力をお願いします。洗面所トイレは各寝台車後ろ側デッキにございます。くず漏れは各所のデッキのところに押し蓋式のと洗面所でございます。空き缶ベッドの空き箱などはお家での際くず漏れに押してくださいますような形します。これから深夜にかけてのご旅行です。貴重機能課には十分ご注意ください。盗難防止のため貴重品の他には十分ご注意ください。また個室のお客様につきましてはお出かけの際には鍵をかけるようお願いいたします。これから先泊まってまいります駅の主な駅の定時到着時刻をご案内いたします。函館には21時38分に着きます。仙台4時51分福島5時53分郡山6時38分、宇都宮8時10分、大宮9時10分、終点上野9時38分の到着です。ご参考までに、この列車青函トンネルに入りますごく、多少の時間のずれはございますが、青函トンネルに入りますごくは22時40分です。本日の車掌は札幌車掌所岩部と金中です。途中函館までご案内をさせていきます。車掌室は5号車と11号車です。なお函館からは函館車掌所、青森からは JR 東日本の車掌に変わります。寝台特急北東線ご利用いただきましてありがとうございます。なお申し訳ございませんが、ただいまから乗車券、寝台券、拝見させていただきます。ご協力をお願いいたします。